ロシアとアジア、太平洋との結節点であるウラジオストクが変わる。その秘めたる大きなポテンシャルを生かし、アジアと太平洋のゲートウェイとなる。起伏に富んだ海岸線、アジアに最も近いヨーロッパの名にふさわしい歴史的街並みなど、ロシアを代表する美しい都市ウラジオストク。日本が直面してきた都市環境問題の解決を通じて培ってきた経験、ノウハウを人、物、情報が集積するゲートシティを目指すウラジオストクの都市づくりに生かし、今回開発コンセプトの方向性を提案します。日ロ協力で目指すウラジオストクの将来像は、快適で住みやすい生活環境、美しい街並みの魅力を生かした観光開発、環状道路整備などによるスムーズな交通、物流環境の実現など、自由港の特性を引き出し、アジアへのゲートウェイ機能が一層強化された都市です。その実現に向け、ウラジオストク駅周辺では日本の TOD を参考に、港と鉄道の総合ターミナルを形成し、観光・レジャー拠点としての再生を目指します。また日本が有する廃棄物のリサイクル、焼却処理技術を生かして都市の環境改善に関する協力を推進します。さらに快適な居住環境を提供するために、ロシアの木材資源と日本の建設技術を融合させた木造戸建て住宅の建設に取り組みます。日本の技術や経験を生かした都市づくりにより、ウラジオストクがアジアのゲートシティとして飛躍することを目指しましょう。